暗いな。大丈夫か？これは。登る？登っていいの？見えない。下のやつを回避するように。ちょっと足だけ。なんか防ぐもんがあればね、いいんだけど、なさないのかな。
箱的なものがあれば、あ、この箱を持ってこれない、持ってこれないか、意外と落ちる、あ、だめ、あ、落ちたらダメだったこっちかなと思ったんだけど、そうでもなかったので、じゃあやっぱ右に行くんだけど行けないんだよね。縦は何のためにあるんだろう。ちょっと様子見てみようか。強すぎるな。なんとかいけましたね。よかったよかった。はい。で、ん？届かない。降りて大丈夫？大丈夫か。あ、箱がある。じゃあ箱をなんとかしてここに持ってくるのか。まあそうだよね。2つあるぞ。2つあるけど、あ、なんかスイッチもある。先は行き止まり、行き止まり、スイッチ、なんか上にはしごがちょっと見えるんだよね。ここはしごが見えて、押してみるか、とりあえず。えい、あれ、向こう行っちゃった。どうなってんだこれ。ああ、重力は逆さになる的な。ああ、自分はならないの。あれ、うん、ところで押せないよね。違うのか。ああ、そっか、スイッチだから。これ届く？届かない。届かない。危ない。そこ、ここ。じゃあこれをこうして。大丈夫これ。頭
潰れたりとかしない。こうしてこのスイッチ乗るまでに自分がこっちに行ってしまえば落ちてこないの。あ、落ちてくんのか。あ、ちょっとダメ。はいはいはい。で、これで登れると、登れる、はい、登りました。はいはいはい。あ、届かない。箱2個ぐらいいるんだよ。え、っていうか、そっか、そもそも閉まってる。あ、はしごは、あれ？さっきのところに来たとか。そうか、箱上に持ってかなきゃいけないから、これをまた、あれ、でもさっきのはしごのとこ通るのか。これこうして間に合わない気がしてきたぞ。で、向こうに急いで、ああ、来た来た、通り抜けた。で、これを引っ張れないのか。ああ、まあ、とりあえず1個、あ、いいとこ行った。1個は来たと。1個来たけど、もう1個はどうやって上に、どうやって上に行くの。乗るのか。こいつは一生下君は永遠に下にいなきゃいけないっていう。これで乗れる、だから乗って、